CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日の神谷宗平が聞く、もう西郷隆夫さんにお越しいただいてます。西郷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんか西郷隆夫さんなんですけど、はい、まあ、どうしてもなんか西郷隆盛さん、よろしくお願いしますって言ってしまいそうなぐらいですね。隆、はい、まで同じ感じですもんね。はい。いやー、なかなかこう、重いお名前ですね。まあ、そうですね。プレッシャーは、感じてます。はい。はい、まあ、あの前回まで、まあ、西郷さんの生、はい、まあ、い立ち反省と、はい、から前回のテーマは薩長同盟だったんですけども、はい、今回はもう西郷さんの最後西南戦争ですね、はいはい、薩長同盟結んで、まあ、幕府を、ね、はい、倒し、はい、して、まあ、明治政府を作ったわけですけども、はい、その運営が、まあ、なかなかうまくいかないということで、はい、まあ、西郷西南戦争に行くわけなんですけども、うんうんうん、やっぱり西郷さんが鹿児島、ね、明治政府一旦入られて、はい、まあ、日本の軍隊の基礎を、はい、作られて、はい、でその後やっぱり揉めたのはやっぱり政官論なんですかね。そうですね、まあ、政官論でしょうね。まあ、まず大久保さんとの絡みで言うと、はい、まあ、黒田藩の贋殺事件、はい、そこから少し大久保さんと西郷さんの考え方の違いというものがはっきりしているのかなと、はい、うん、少しこう気持ちが、はい、お互いの進むべき道が違うのかなというところが最初の西郷さんと大久保さんの分かれ道かなっていうふうには僕は感じています、ね。黒田の監査事件というのは少しこう初めての方にもどういった事件、まあ、要は偽札を作って、まあ、大久保さんたちが、はい、まあ、作った法律でそれを見せしめじゃないですけど、うん、だから廃藩置県の前に黒田藩は先潰されてるんですよね、はい、うん、まあ、そういったことに対して西郷さんは黒田藩にやっぱ黒田さんをお守りしなければいけないということで、うん、なんとか、少しでも軽い処置をしてくれっていうお願いを大久保さんにするわけなんですけど、はい、うん、大久保さんはそれはできないということですよね、はい、うん、まあ、そんな絡みがいろいろあったんですよね、はい、ですから少し大久保さんと西郷さんの恩とか、まあ、ちょっと考え方の相違がこう、まあ、法律が新しい法律ができて、うんうん、やっぱり大久保さんは少しそちらの法律的には、まあ、西郷さんは少し情がまだあるという、うん、そういう違いがあったんだと思うんですけどね。ね、でまあ、政官論って話になって、そうですね、政官論朝鮮やで、なんかよく誤解されてるのは、政官論っていうのはもう西郷さんがイケイケで、もう軍隊率いて朝鮮半島乗り込むぞみたいな、そういうふうなことを言ってたんじゃないかと勘違いされてる方いらっしゃる。それは違いますね、政官論っていうのが正しいんだと思います、はい、まあ、軍をこう要してっていうのは板垣退助に送った手紙が、はい、どちらかというとそれを間違って捉われているところが、うん、軍を用いて朝鮮をというところですよね、はい、だからそこだけをクローズアップされて言ってますけど、西郷さんはそうでなしに板垣さんのやっぱプライドとその体裁を保つために、うまくこう言い回しをですね、板垣さんを立てながら、はい、まあ、それが誤解をされているところ、うん、そこだけをクローズアップされているところが政官論につながっているのかなというふうに思いますね、うんうん、ですからまあ西郷さんは一度決めたことをひっくり返されて、はい、まあ、そこがまたまあ、いろんな策略でですね、もうそれに耐えきれなくなって下野したみたいな形ですもんね、うん、西郷さんが言ってた政官論っていうのはどういうものだったんですか。自分が直視として、はい、まあ、話し合いのもと、うん、いや 軍の、まあ、軍隊を使って制圧するのではなしに、はい、きちっと話し合いのもと解決をしてくるという、うん、西郷さん自信があったと思うんです、はい、だからおそらく西郷隆盛っていう人は人が考えつかないような交渉をしてくるんじゃないかなと、はい、してたんじゃないかなと、うん、もし本当に実際に行ってたらですね、はい、まあ、普通の政党、まあ、普通だったらこうだっていうところで持っていくところを相手も日本の周りの人たちも考えつかないようなこう交渉内容をしてたんじゃないかなと思いますけどね、はい、やっぱりそれに対するこう、まあ、大久保利通他の、ね、政府閣僚の、明治政府閣僚の嫉妬みたいなのもあったんですかね。そうでしょうね。やっぱりおそらく西郷さんはこうまとめてくるっていうのは皆さん分かってたと思うんですね、うん、ですから留守内閣を背負ってた3年間ぐらいの時も、はい、西郷さんがあれだけ政治ができるっていうふうにヨーロッパに行ってる人たちはですね、はい、思ってなかったと思うんですよね、うん、おそらく、はい、それが帰ってきたら、まあ、新平さんはじめですね、西郷さんたちがいろんなことをこうやってますよね、はい、おそらくそこはちょっとびっくりしたところだと思うんですね、うん、えって
って、はい、西郷さんってこんな政治ができるのっていうような、うん、それも少し彼らたちの脅威だったんじゃないでしょうかね、はい、うん、おそらくだから朝鮮に行ってうまくまとめてくるんだろうなということは、うん、おそらく分かったけれども、彼らの考えの中にはやはり日本の国会とか、まあ、そういったものの後のですね、うん、部分で西郷さんが少しあまり目立ちすぎて目障りな部分もあったかもしれないですね、うん、特に大久保さん的にはそうかもしれないですよ ね、まあ、よくね、物の本に書かれてるのは、まあ、西洋を見てきた大久保たちは先進的なものを学んできたと、うん、ただ日本に残ってた西郷さんたちはそういう知識がないもんだから、うん、どうしてもなんかこう旧態依然とした考え方で政治を進めようとしたので、うん、ここで進歩派と旧勢力派がぶつかったんだみたいなことが書いてある本がありますよね。そうですね、僕はあの彼らたちがその欧米視察に行って、はい、何一つ条約も何一つ土産物がなく、はい、そこを叩かれたんですよね。何しに行ってたのっていうところですね、はい、そこで政観論にすり替えた目先をですね、そこにすり替えていこうという、はい、そういう企てもあったかと思うんですよね。なるほど、でもね、あの新政府は結局西郷さんが下野して、西南戦争があった後、もう長州閥が一気にね、こう力を、まあ、つけるわけじゃないですか。大久保利通も暗殺されますからね。そこでなんかいろんなこう草があったのかもしれませんね。例えばね、あの長州派からすれば、まあ、別に長州が嫌いに言ってるわけじゃない、まあ、政治的な、ねパワーゲームとして、まあ、西郷と大久保を仲違いさせれば、ね、薩摩の支持を割れるわけですから、そうするとそこにねこう長州が伸びる芽が出てくるわけで、で最後戻りましたと、でそれに対してやっぱりこう、いろいろねあいつはもうちょっとほっとくと危険だぞみたいなのを耳にされると、大久保や他のね薩摩の人たちも、ちょっと困ったなというふうになって、まあ、西南戦争に、ね、発展していった部分もあるんじゃないかなと。うんうん、そうですね、まあ、義の戦いから利の戦いに変わっていったのかなという気はしますね。義の戦いから利の戦い、はい、もう少し分かりやすく言うと、ね、要はその利益追求型の私利私欲の戦いにこういつの間にかこう変わっていった、はい、まあ、西郷さんはそこのところがこう許せなかった部分なんでしょうね。やっぱ戊辰の役でこうたくさんの、ね、戦車が出て、でそこを非常に悲し嘆きんでますよね、一人一人のこう亡くなった方の名前を書き上げていったり、はい、ですから国内戦争っていうものはもう二度としないっていう、はい、まあ、それを誓ってにもかかわらず、まあ、戦わざるを得なかった、はい、まあ、うまくこう策略にこうはまっていったの、うん、そういうシナリオですよね、あまりにもできすぎてうまくはまってしまったみたいな感じですよね。もともとのきっかけはあれなんですよね、なんかこう政府が薩摩が持ってた武器とかをそうですね募集した、まあ、そうです、弾薬庫をかけたり、はい、まあ、いろんなあの仕掛けをいっぱいしてくるんですよ。熊本の警察をこうよこして、はい、いろいろ暴発してるよとか、いろんなスパイを送り込んで、はい、まあ、密偵を送り込んだり、いろんな挑発をいっぱいかけてくるんですけど、はい、薩摩は乗らなかったんですよね。でも最後に弾薬庫のところに、まあ、子どもたちが乗っかってしまって、はい、何クソっていう1000人ぐらいって書いてますね、そうですね、そこでちょっと挑発に引っかかってしまって、まあ、西郷さんは調子もったと、まあ、それは事実だと思います。でもね、西郷さんは最後こう西南戦争の時1万3000人ぐらい、そうですね、全軍を率いてね、鹿児島は出ますね、2月14日、ね、それはまあこの本にも書いてありましたけど、結局残しておくとね、兵を、薩摩の防衛に、はい、そこに政府軍が海からとかしちゃうと、はい、薩摩の城下が戦場になってしまうから、そうですね、それだけはしたくないっていう思いがあったでしょうね。それで全部連れてったんですかね。そうですね、おそらく西郷さん的の気持ちはそうでしょうね。だから本当に戦おうっていう、まあ、その勝ちにこだわる戦いでしたら、はい、まあ、1万3000全軍率いていきますけど、当然鹿児島城下を守らなきゃいけないですから、兵を残さないとダメですよね、それを全軍率いて上がっていきますから、はい、そういう考えはあったでしょうね。やっぱり戦火にしたくないっていう、はい、ですから西南戦争っていうのは、まあ、日本の国内の戦いの中で、まあ、その流れ弾に当たったとかいろいろ、まあ、そういう方は幾人かおられますけれども、はい、どちらかというと、うん、そういう強奪だとか、はい、そういったものも少ない戦いですよね、うん、はい、
ですから、まあ、両軍面白い、なんかこう鹿児島圧倒的な人数が違うのに、6000対7000の死者が出たり、看護官の方が少し多かったりですね、はい、まあ、農兵が非常に多かったり、うん、まあいろんなあれですよね、まあ、西南戦争って非常に最後 の、まあ、あのラストサムライですよね、うん、はい、全て全部薩摩が西郷さんが引き受けて、まあ、日本のその軍隊というものを、うん、こう体を貸して、はいはい、まあ、これだけ強くなったんだっていうところを見守る、うん、見たかったっていうのもあるかもしれないですね、西郷さん的にはですね、まあね、自分が作った軍隊と戦うわけですよね、ですよね、いやですから昔田原坂っていう、はい、あの歴史ドラマがあってですね、年末時代劇って昔やってたんですね、ありましたね、あれまた小学生の頃だったんですけど、はい、小学生ながらになんかこう、あの当時のね、政治家というか侍たちの、なんかこう人情とか切なさとか男気とかがなんか分かってですね、うん、小学生ながらにあの、ね、何回も見てですね、確か歌を堀内孝雄さんが歌ってられたと思うんですけど、 それもなんか小学生が覚えてですね、はい、カラオケで歌ってたんですよ ね、 あの今でも覚えてたんですよ、コートしか生きようのないね、うん、人生があるというのが始まるんであのドラマは非常に重い、まあ、キャスティングもいいですけど、うん、はい、やっぱ思いがすごく伝わってきますよね、うん、はい、あの思いがいいですよ ね、 そうですね、あの演じ方がですね、うん、なんかこうね、その西南戦争一つとってもやっぱいろんなこう人たちの思惑っていうか思いが衝突していて、うんうんうん、その中でも、うん、お互いにね正義があるんですよね、うんうん、政府側にも西郷さん側にも ね、 そ う、 ですね、まあ、そういうもののぶつかり合いの中で、あの世の中の、ね、上の仕方とか政治を考えるっていうことのために、うん、こう偉人の生き様とかね、うん、から学ぶことってすごくたくさんあると思うんですけど、うん、そうですね、今はもうなんか大河ドラマもホームドラマみたいになっちゃって、家族の絆とかね、なんかそういう女性の活躍みたいですね、まあ、社会を風刺してるのかもしれないんですけど、なんかもうちょっとその、我々日本男児ですから、いや昔の侍と言われた人たちはね、こういうような思いを持ってやってたんだ、命かけてねやってたんだよっていうことをもっと前面に出して、特になんか男の子たちはですね、僕は場合を見ると、なんかこう男気が育つというかですね、戦いイコール悪ではなくて、別に決して戦争を肯定してるわけじゃなく、はい、やっぱりそれより大事なものが、見失ってるものが愛とか正義、はい、やっぱりダメなものはダメっていう強い勇気を持つ、はい、その正義感ですよね、うん、それが少なく見て見ぬふりをするっていう、はい、ね、いじめられてもそれをこう注意しない、うん、大人たちも見て見ぬふりをするっていう、はい、そういう正義感っていうものがなく、うん、愛や正義感っていうものはなくなってしまってますよね、うん、そう感じます ね、 ね、ですから、まあ、今回は最後高森さんにこうクローズアップしてますけども、まあ、改めてねこの CGS 見ていただいて、ね、ご家族というかご子孫の私聞いていただきながら、もう一回ね、なんかこう知ってるはずだった西郷さんですけど、もうちょっと深く考えていただいて、なんかこうご自身のね、ご人生の糧につながるような、そうですね、ね、そういうふうな、ね、会になればと思って今日もお聞きしました、はい、最後またもう一回、はい、あのいろいろ聞いていきたいと思いますので、はい、また次回よろしくお願いします、ありがとうございます。